デイノ国家スラディオデュランスは、グラム陽性細菌に分類される極限環境微生物で、放射線耐性生物としては最も広く知られ、研究が進んでいる生物である。10G の放射線で人を、60G の放射線で大腸菌を殺すことができるが、D レイディオディレンズは 5000G を浴びても死滅せず、15000G でも37%は生き残る。また放射線だけではなく、 高温、低温、乾燥、低圧力、酸の環境下にも耐えることができる。d レ a d i o d r a n は複数の極限環境に対応できる生物である。そのため、ギネスブックには世界で最も放射線に強い細菌として掲載されている。ただし、d レ a d i o d r a n よりも強い放射線耐性を示す生物も徐々に見つかってきている。 1956年にコーバリスのオレゴン農業試験場で AW アンダーソンらによって発見された。当時、食品保存の研究のために牛肉の缶詰にガンマ線を照射して滅菌する実験が行われていたが、その缶詰を保存していたところ、いくつか腐って膨らんでしまった。アンダーソンらは直ちに原因を調査し、強い放射線に耐える細菌を管理した。これが、 d レイディオドレンズである。当初は形状や性質からマイケラコカスに分類されたが、極めて強い放射線耐性を持つこと、細胞壁の構造が異なること、16S な系統解析の結果も異なることなど調査が進むに、つれ、マイケラコカスとは異なる細菌であることが明らかになり、新たに設けられたダナコカス属果実に分類された。現在、 放射性廃棄物などから金属を回収する用途に利用できるのではないかと期待されている。放射線に耐える能力はその強力な DNA 修復機構によると考えられている。通常の生物はガンマ線を放射して DNA を数百の断片に切断すると回復できずに死に至るが D-RadioD-Lens は通常12から24時間程度で DNA を復元する。 この DNA 修復機構を獲得するに至った経緯は一説によると乾燥に耐えるためらしい。実際、乾燥も DNA の断片化につながる上、デイノコッカスラディオデュランスは乾燥にも耐える菌であり、放射線に弱いヘニカブは乾燥にも弱くなることが明らかとなっている。なお、放射性に対する耐性は広い分類範囲に見られる性質である。 例えば、放射線菌モミや、プロテオバクテリア、有利コ細菌の中にも1万 G 程度の放射線に抵抗性を示すものがそれぞれ孤立して存在する。深刻生物の中にも、菌類など、比較的強い放射線に対して抵抗性を示すものがいる。ありがとうございます。